エドワード・コルストンは、イギリスの商人、トーリー・党の国会議員、特使家、奴隷取引屋である。1340年代からブリストルに住む商人の家系に生まれ、長じてから自身も商人となり、当初はスペイン、ポルトガル、その他のヨーロッパの港を中心に、ワイン、果物、布などの貿易を行った。1680年には、 イギリスのアフリカ奴隷貿易を独占していた王立アフリカ会社に加入したことで奴隷貿易に大きく関与するようになった。彼は1689年に会社の最高職である副総督に就任した。彼の資産のうちどの程度が奴隷貿易に由来していたのか正確なところは不明であるが、彼が奴隷貿易に関与して財を成したことは事実である。 コルストンは奴隷貿易で得た資産を元手に、ブリストル、ロンドン、その他の場所で、学校、病院、給品院、教会を支援し、寄付した。彼の名前は、ブリストルのいくつかのランドマーク、通り、三つの学校、そして、コルストンバンズによって記念されている。1895年には、彼の像が建立されたが、20世紀後半に、彼が、 大西洋奴隷貿易に関与していたことが認識されるようになると、ランドマークの名称変更を求める抗議や単願が続き、2020年6月、彼の像が倒され、ブリストル湾に登記されたことで最高潮に達した。彼が設立した事前財団に触発されて設立された財団は、現在でも存続している。コルストンは1636年11月2日に、 ブリストルのチャーチストリートで生まれた。彼は少なくとも11人、おそらく15人の子供の長男である。彼の両親は1643年にハイシェリフ・オブ、ブリストルを務めた豪商ウィリアム・コルストンとエドワード・バッテンの娘である妻サラであった。エドワード・バッテンはイングランド内戦の時期までブリストルで育ち、その頃にはブリストルのすぐ北にある ウィンターボーンにある父親の所有地にしばらく住んでいたと思われる。一家はその後ロンドンに移り、エドワードはクライスツホスピタルの学校の生徒だったという説もある。絹物賞のリバリカンパニーで8年ほど働き、1672年にロンドンから商品を売り出すようになった。スペイン、ポルトガル、イタリア、アフリカなどと布、油、ワイン、シェリー酒、 フルーツなどを交易した。1680年には西アフリカで金、銀、造毛奴隷を取引する権限を有する王立アフリカ会社のメンバーの一人となる。会社役員会で急速に昇進し、1689年から1690年には会社の実質的な経営者である副総督に就任。1692年に王立アフリカ会社を退社した。 この王立アフリカ会社とは、国王チャールズ2世と王帝洋区公ジェームズが創立した企業で、ジョン・ロックやサミュエル・ピープスなどの投資家を含んでいた。コルストンは王立アフリカ会社に参加している間、西アフリカで奴隷貿易を行い、8万4千人のアフリカ国人を輸送し、うち1万9九千人はカリブ海の船の中で死に、残りはアメリカ大陸へ送られていった。 船の状態のために船員の死亡率も高く、しばしば奴隷より死亡率が高いこともあった。アメリカ大陸に到着した黒人奴隷たちはプランテーションに売却された。特にカリブ海の砂糖プランテーションは西アフリカと気候が似ていたので同国人の労働力よりも条件に適しており、また英国の年期方向人や賃金労働者よりもはるかに安価に維持できた。 両親はブリストルで暮らしており、ブリストル地方行政府に多額の金を貸した。ブリストル市の貿易承認協会の一員となり、また自治都市市民にもなった。1684年にはブリストルのセントピーターズチャーチヤードにある製党工場のパートナーとなり、セントクリストファー島で黒人奴隷が生産した砂糖を出荷した。ただ彼はブリストルに居住しておらず、 1708年に引退するまでサリー州モートレークにあった。オックスフォード英国人名辞典によれば、コルストンは奴隷の売買で多くの財産を築いたと考えられている。モーガンによれば、奴隷貿易と奴隷が生産する砂糖への関与から得た彼の富の割合は不明であり、さらなる証拠が出ない限り推測の域を出ない。この収入だけでなく、彼は、 上記の他の商品の取引、貸金業からの利子、そして最も可能性の高い、その他の慎重な金融取引からも収入を得ていた。コルストンズ・アルムス・ハウス・コルストンは、ブリストル、ロンドン、その他の場所で、学校、事前施設、病院、教会を支援し、寄付を行った。コルストンは、彼の宗教的、政治的見解を共有していない人々への利益に、 ならないよう、自身の事前事業を構成した。彼の事前財団の多くは今日まで存続している。ブリストルでは、キングストリートの旧品院とセントマイケルズヒルのコルストンズ・アルムス・ハウスを設立し、クイーン・エリザベス・ホスピタルの学校に寄付し、1710年、寄宿学校コルストンズ・ホスピタルの設立を支援した。彼は、学校の維持のためにマーチャント・ベンチュラー協会が、 管理する基金を残した。彼は、テンプルスクールやブリストルの他の地域の学校、いくつかの教会や大聖堂に資金を提供した。トーリー党の熱心な支持者であり、1710年、イギリス総選挙では、ブリストル選挙区における、トーリー党有力候補として挙げられた。コルストンは老齢を理由に立候補を辞退したが、熱心な市民が、コルストンの同意なしに、彼を立候補させ、 当選を果たした。しかし、老齢だったため議会ではほとんど活躍できず、ブリストルを代表して、請願を庶民院に提出することが主な活動だった。1713年イギリス総選挙では出馬せず、議員を退任した。1808年に、デビッド・ヒューソンは、コルストンをブリストル氏の偉大な恩人であり、彼が生きている間に、 事前団体に7万ポンド以上を費やしたと評している。275年にわたってコルストンを記念した事前団体を運営していたコルストン協会は2020年に解散を決定した。コルストンが1721年に没したモートレークのクロムウェルハウスブリストルオールセインツ協会のコルストンの記念碑の彫刻1882年84歳に なったコルストンは1721年10月11日、モートレークの自宅クロームウェルハウスで没した。彼の遺言では派手でないシンプルな葬儀を望んでいたが、この指示は無視された。彼の遺体はブリストルに運ばれ、オールセインツ協会に葬られた。彼の記念碑は、ジェームズ・ギブスがデザインし、ジョン・マイケル・リス・ブラックが彫った彫像が飾られている。生涯見込んであり、 1720年5月に遺言状を書いたときは、同盟のおい、エドワードの一人娘サラを相続人に指定したが、サラが1721年1月に死揮をしたため、代わりに姉妹、メアリーの娘メアリーに遺産を譲った。少なくとも1990年代以降、奴隷貿易におけるコルストンの役割の認識が高まるにつれ、ブリストルにおけるコルストンの検証に対する批判が、 高まっている。ブリストルのザセンターにあったエドワード・コルストン像。コルストンの死から174年後、ジョン・キャシディ制作の像は、コルストンの事前活動を記念して1895年に、ブリストル中心部に建てられた。エドワード・コルストンを記念した、銅像建立のアイデアは、地元実業家であり、怒り協会の会長でもある、ジェームズ・アロー・スミスのものだった。 遅くとも1990年代以降、この像の撤去を求める運動が行われ、コルストンが奴隷貿易で利益を得ていたことを考慮すると不名誉な記念碑であると表現されてきた。請願書が流通し、2018年には、ブリストル西選挙区の労働党議員であるタンガム・デボネールが、ブリストル市議会に書簡を提出し、像の撤去を求めた。 2018年10月18日、イギリスのハンドレーの日にちなみ、コルストンに代表される歴史上の奴隷取引と現代の奴隷を対比した非公式のアートインスタレーションが像を取り囲んだ。それはフルーツピッカーやネイルバーワーカーなどの現代の奴隷が典型的に行っている仕事のリストのボーダーで囲まれた奴隷船のように配置された約100人の業界の人物を描いたもので、 数ヶ月間残った。別のインスタレーションでは、ボールと鎖が、像に取り付けられていた。2018年には、地域社会の関与を得て、コルストンの歴史をより多くの人々に知らせるために、像のために、公式の名盤が手配された。保守党のリチャード・エディ議員と貿易商人協会はこの、モンゴニ議を唱え、とりわけ、トーリー党議員としてのコルストンの役割と彼の、 事前活動の選択的な性質についての言及を削除し、彼が人身売買した数千人の子供たちの正確な数と年齢について意義を唱えることで成功を収めた。この名版は貿易承認協会の大きな関与を得て書き直されたが、その文言はブリストル市長のマービン・リースによって拒否され、同協会がプロセスに多くの発言権を持ちすぎていると見た。 同市長は、名盤の作成に、地域社会のより多くの部分が関与するよう指示した。像が倒された後、貿易商人協会は、名盤の書き換えに関与することは、不適切だったと認めた。2020年6月7日、イギリスにおける2020年反人種差別デモの抗議活動中に、デモ隊によって、コルストン像が倒され、ブリストル湾に投げ込まれた。 歴史家でありテレビ司会者でもあるマンチェスター大学教授のデイビッド・オルソガはもっと早く取り壊されるべきだったとコメントしている。ゾウはこの人は偉大なことをした偉大な人だったというためのものだ。それは真実ではない。彼は奴隷商人であり殺人者だった。内務大臣のプリティパテルはゾウの破壊を全く不名誉なことと呼び人々が実際に抗議している。 大義名分から目をそらす、無秩序、公共の混乱の行為を物語っていると述べた。像が撤去された後、ポール・スティーブンソン OBE の像を混流しようとする、誓願が始まった。ブリストルの元青年労働者は、1963年のブリストルバスボイコットに尽力した黒人である。この運動は、アメリカのモンゴメリーバスボイコット事件に触発されたもので、 ブリストルのバス会社での違法な、有色人種雇用禁止に終止符を打った。コルストンの名は、コルストンズ・アルムス・ハウス、コルストン・タワー、コルストン・ホール、コルストン・アベニュー、コルストン・ストリート、バンズのコルストン・バンズ、コルストン・ズ・ガールズ・スクール、コルストン・ズ・スクール、コルストン・ズ・プライマリー・スクール、テンプル・コルストン・スクールなどのランドマークで街に浸透している。また、 特に一部の学校や慈善団体、貿易承認協会では、1639年に貿易承認協会に王室の公認が与えられたことを祝う、コルストンの日にセントスティーブンズ協会で行われる礼拝で、彼のことが忍ばれている。地域のバンズである、コルストンバンズは彼にちなんで名付けられている。1843から46年に建設された、 ブリストルギルドホールの外観には彼の像がある。セントメアリーレッドクリフの北側ソデローには彼を忍ぶためにクレートンドベルによって1870年に作られた全期サマリア人を題材としたステンドグラスの窓がある。またブリストル大聖堂の窓はコルストンの思い出に捧げられていたが2020年6月ブリストル大司教は聖公会ブリストル教区が窓から コルストンへの言及を削除することを発表した。2017年4月、コルストンホールを運営する慈善団体であるブリストルミュージックトラストは、2020年に改造を終えて再開場する際、コルストンの名称を除くことを発表した。名前の変更を求める講義や単願があり、一部の聴衆やアーティストは、コルストンの名前を理由に会場をボイコットしていた。 この決定を受けて、コルストンの名前を維持するよう求める単元は1万人近くの署名に達したが、事前団体は名称変更が行われることを確認した。ホールは3年間の協議を経て、2020年9月にブリストルビーコンと解消された。2017年11月、何十年にもわたる議論の末、貿易商人紹介が資金提供を行っている。 コルストンガールズスクールは、コルストンの名前を外すことは学校にとって何の利益にもならないという理由で、コルストンの名を外さないことを発表した。2018年夏、生徒や保護者との協議の結果、コルストン小学校は、コタムガーデンズプライマリースクールと解消し、ブリストルの組織としては初めて解消の動きを示した。2019年2月、セントメアリーレッドクリフ テンプルスクールがコルストンにちなんだスクールハウスの名称をアメリカの数学者キャサリン・ジョンソンにちなんだものに解消すると発表した。ありがとうございます。